皆さんこんにちは、ペソでございます。横綱物語続きやっていきましょう。では初場所の本場所ですね。はい、片桐原さん抜けてね、こんな感じですね。3横綱4大関3関脇4小結びというところですね。富野浩二さんがね、上位にちょっと上がれるかが期待ですね。今回は重量はゼロということですね。大町さんちょっと頑張ってほしいな。まあ半ばくらいまででもいいからね。少ないからめっちゃ早いかもしれない今日、今場所は。はい、春日はもちろん全員、まあほぼ全員見ちゃうかもしれないけどね。はい、富野浩二さん、まずはね、山吹さんが春日のお相手となります。まあ、突き落とし。はい、木上さんは友の方さんですね。おお、一気にいく。体を使ってな、投げていった、下手出し投げ。はい、ここまちさん、初日は朝日誉さんとですね。大丈夫かいな、本当に瞬発力がねなくなってるのがね。まあ技のキレっていうことですよね、いわゆる。わあ、寄られてるし。うそ。ほら、頑張れ頑張れ。おお、出たー、首投げ狙ってたかな。はい、北尾さん、春日は立ち錦さんとですね。さあ一気に寄っていく、そのまま押し出す。北尾路さん初日出ましたね。はい、六角さんは大崎山さんとですね。おお、すごいね。はい、薬師さん、初日は若しぐれさんとです。おお、はたいた。神様、初日ははたき込みでしたね。ということで、全員勝ちましたね。一応ちょっと重量の方もこんな感じに見ときましょうか。眉牛赤さんがねまた出てきてますね。あ、いや、ケハさんまだ出てきてる。今気づいた。あ、そう、ケハさんもね、大関いるときなかなか動いてくれなくてね、苦しめられたね。あれがあるんですけどね、伊達の花さん負けてるんですね。はい、では、初日全員勝ちましたね。2日目いきましょう。ここまでさんちょっと危なかったけどね。あ、これは全員前頭と当たるのかな。そんな感じだね。はい、富野浩二さんは大国魂さん、ちょっと発祥っていきますね。毛上げさんは塩の実さん、ぼこましさんは若しぐれさん、
きなおじさんは大崎山さん、六角さんは立ち錦さん、薬師さんは朝日誉さんですね。うん、大丈夫ですね、全員ちゃんと勝って。おお、伊達の花さんがナルトナミさんを出し投げでね、ナルトナミさんも出し投げ得意なんですけどね、破ってますね。はい、3日目いきましょう。ここましさんもね、勝ち越してくれれば大丈夫ね。木上さん、関脇同士の一番でしたね。おお、伊達の花さんがこれちょっと 見ましょうか。はい、富野浩二さん、伊達の花さんとですね、お相手は一勝一敗。まだまだね、これからでしょうけどね。出し投げが上手そうだからね。おお、突き落とした。富野浩二さんの勝ち。はい、木上さんは小結びのゲイブナダさんとですね、これはお相手3役なんで、ちょっと見ときましょう。ゲイブナダさんがいきなりもう2連敗スタートなんだね。あんだけね、我々のちょっと中軸を苦しめてくれてた、ね、力士さんなんですけどね。おお、粘る。さあ、サイド追い込む。追い込んで寄り切り、もろ差し入りました。はい、五駒さんは立ち錦さん、これはパスしますね。北尾寺さんは朝日誉さん、六角さん若しぐれさんで、薬師さんが大崎山さんですね。あ、五駒さんが珍しく突き落とし使ってるね。あ、ケイハさん出た、二丁投げね。この人も技師ですよね。はい、こんな感じですね。ナルトナミさんが1勝2敗なんだね。はい、では4日目いきます。ちょっとゆったりとしたペースでね、できるのはありがたいね。ゲイブナダさんか、富野浩二さん下ったのはラッキーだね。はい、富野浩二さん、徳之峰さんとですね、3連勝同士の一番、これはちょっとパスしていきますね。木上さんは高瀬賀さん、こちらも3連勝同士ですね。おこましさん、前頭筆頭の友永さん、お相手は3連敗中。北おじさん、こちらも3連敗中ですけどね、小結びのゲイブナダさんと当たります。これはちょっと見てみましょう。おお、そうそう、これこれこれが嫌なのね。一気に押してくんの。王子さん、月の応酬やね。すごいすごいすごい。おお、一気に持ってた。逆に追い込んで、そのまま突き出し、逆転勝ち。はい、六角さんは浅野方さんですね。で、薬師さんが塩野美さん。あ、ごこましさん、やっぱり負けちゃってる。うち、あ、足技か。で、木上さんが取ったりか。で、あ、富野浩二さん2丁投げ使ってるんだ。あ、ケハさんも2丁投げ使ってる。はい、ということで、五駒さんが3勝1敗になっちゃいましたけどね、それ以外は我が陣営は、4連勝がね全員になってます。
ですね。他は大関の荒尾さん、我流さん、立ち風さんも4連勝というところですね。伊達の葉さん2勝2敗か。重量はラオさんが3勝1敗、ケイハさんも1個負けてたよね確か。あ、そうだね、3勝1敗。マユウシアカさん4連敗はい、では5日目いきましょう。今日は六角さんがゲイブナラさんと当たるみたいね。ペースが早いね。はい、富野浩司さん4連敗中の八郎潟さん、蹴上げさんは1勝3敗の綾野海さん、五駒さんこちらも4連敗中、塩の海さん、北大路さん、わあ4連敗多いね、浅野方さんで、六角さんが小結びゲイブナダさんと当たります。こちらもね、お相手4連敗中なんですね。おお、押し返してきた。突き出した。ゲイブナダさん厳しいね、5連敗。薬師さん1勝3敗の友の方さん、これはパスしますね。わあ、五駒町さん救われてる。首投げじゃないのよね今回は。で、蹴上げさん勝って、友の方さんも勝って、やっぱり五駒町さんがちょっと劣化がすごい激しいですよね。蹴上さんまた2丁投げ使ってる五駒町さん3勝2敗になっちゃったね。はい、では6日目いきます。そんなふうにね、やりたいようにって言って結果残してないとね、痛い目に遭うんですよ。まあこれはね、前の仕事の話と時と一緒でね富野浩司さんは、2勝3敗メーカー萩野月さん、蹴上げさんは八尾島さんとですね、お相手は1勝4敗。さあ、五駒町さん5連敗中のゲイブナダさんと当たります。そう、踏ん張りが効かないのよね、これ見てると。特にね、ゲイブナダさんみたいにアクティブに動いてこられる方ですね、うんね、酔っちゃうんですよね。五駒町さん厳しいな、3勝3敗になっちゃった。はい、北大路さん1勝4敗の友の方さんで、六角さんが塩の海さんですね、こちらもお相手1勝4敗で、薬師さんが5連敗中の浅野方さん。わあ、五駒町さんしんどいな。あとは荒藤さん、ガリュウさん、立ち風さんは順当に勝って、伊達の花さんがね、投げるの上手ですからね、上手投げ下手投げ、あとは出し投げね、上下の出し投げ。ケイハさん、あ、今日も2丁投げかすごいな。はい、6日目終了しました。小町さんだけが3勝3敗、だいぶ心配になってきましたね。ナルトナミさんも復調でね、4勝2敗になってきてますね。重量は注目の方がラオさんが4勝2敗、ケアさんなんと5勝1敗ですね。へー、はい、では6日目いきましょう。7日目だ、失礼しました
あー、キラゲさんと六角さん星の潰し合いが発生。薬師さんは大関の立ち風さんと、この辺はね厳しくなってきますよね。あー、北尾さん、あー、ラフジさんだ。完全な星の潰し合いが発生してますね。でそれを横目に、富野浩二さんは前頭8枚目でしたね。お相手が初期江さん。はい、その最後に話出てね、富野浩二さん5勝1敗の初期江さんとですね、はい、五冠さん6連勝中の大関同士の一番になりましたガリュウさんがお相手になります。上手投げ食らっちゃった、負け先行ですね。さあ6連勝同士の一番になりました北王子さん、そして大関の荒藤さんです。上手投げは注意したいね、殿下の方と。おお、張り手一発から行きたいけど動かない。上手投げこらえた、1回目はこらえた。さあ追い込んだぞ、そのままだ、突き出した、突き出した。はい、こちらは、6連勝同士ですね、六角さんと木上さん、しかも同門対決。六角さんのパワーが勝りました。はい、薬師さんと立川さん、こちらも6連勝同士ですね。おお、逆取ったり瞬殺、一瞬やられたかと思った。さあ他ね、富野浩二さんちゃっかり勝ってますね。よ、三横綱やっぱり強いね。で十両はこんな感じですね。あ、ケアさん今日は寄り切ってますね。はい、ということでね、五冠さんが負け先行の7勝4敗、あ、3勝4敗っていうところですね。7連勝はあと我が部屋以外ではガリュウさんと、あ、タマちゃんが7連勝なんだ。下はいないね。はい、では4日目いきましょう。木上さん今日は北王子さんとだ。六角さん荒藤さんね、北王子さんもう優勝するんだったら今場所が最後のチャンスかもしれないんでね。はい、富野越さん勝ち越しかかってます、浦風さんですね。お相手は2勝5敗さあ追い込んだよ、そのまま突き出す、富野越さん8連勝。はい、五駒さん、6勝1敗の大関立ち風さん、大関同士の一番ですね、ごめんなさい。張り手は入るけどなかなかね突っ込んでいけない。
ああ上手投げ食らっちゃった。3勝5敗か。はい、北おじさん7連勝中ですね、6勝1敗の木上げさんとの同門対決。おお今日は木上げさんが気合が入ってる。おお取ったりもしかし耐えられる。おお寄った、勝ったのは木上げさん。はい、六角さん勝ち越しかかってますけど6勝1敗大関荒藤さんとの一番。追い込んだ六角さん、そのまま突き出したいところ、突き出した。はい、こちらも7連勝同士の一番になりましたね。薬師さんと大関我流さん。上手投げこらえた。こっから押していきたいけどなかなか。返し技入るか。片桐さんね、追い込んでからの、ね、反転投げがね絶品でしたけどね。はい、ということで、北王子さんと木上さんのね同門対決は北王子さんが負けちゃいましたね。で五駒さんが立川さんに上手投げでやられて負けがだいぶ先行してますね。富野浩二さんは、見事勝ち越しと。十両はラオウさん勝て、あ、ケイハさん勝ってるね。はい、ではこれでね前半戦終了としたいと思います。薬師さんと六角さんと富野浩二さんが8連勝で、北王子さん、木上さんが7勝1敗、五駒さんが3勝5敗ですね。重量こんな感じですね。あ、ケイハさんが7勝1敗だ。あとは時司さん、北海山さんとね3人7勝1敗いましたね。見落としてないね、大丈夫ね。7勝1敗が上位陣では 1,2,3,4,5 人か見えてるだけでね。はい、ということで、前半戦はここで終わりたいと思います。まあ優勝戦線どうでしょうね。ちょっと我が部屋でね、みんなで争うみたいな形になればね、面白いんですけど、まだいっぱい力士もね、他の部屋の方たくさんいらっしゃいますんでね、油断は許されないところだと思います。その辺を含めて次回お楽しみに。それではさよなら。